じゃあ行きますよ皆さん。じゃあ弾幕と歩き45秒から。吸い寄せられるんですけどこのビーム。撃たれてんぞ。スコープの時は大丈夫、吸い寄せられない。で、ハープーン撃つ、あの足ぐらいにこう撃ってよろけさせて、まさむねさんが格闘振ってくれるんで、それに合わせて。じゃあハープーン撃つのが35秒でお願いします。あ、ちょっと待って、キャベツさん入ってきたな。ちょっと待ってよ、30秒で。ちょっと待て、ちょっと待て、あの、ジム2、ジム2でこれ違えたね、これはい、もう、はい、打てたら打っちゃって利用できる、今利用した、打つに。はい、お願いします。ああ、まあ、ちょっと待てよ、一応次の試合でも取るわ。ちょっと、まあ、9大点ぐらいの今、びっくりした、今発射音だけ聞こえて何が起こったかと思った。俺は味方だ。相性最悪だった。おはようございます。あ、バカ野郎。申し訳ないと思ったよね。なんで？なんで？豆さんもうちょい前でといて、横角のクローガーに巻き込まれるようにしたい。はい、じゃあハープーンと竹、あの豆さん、あの正宗さんだけジャンプしてもらう。ちょっとハープーンと同時に、ハープーンの発射25秒でお願いします。はい、何が起きたし、格闘ファンデーが強いはずじゃないの。で、豆さんもうちょい密着しとくか、多分よろけて離れるから。で、メーブルさんちょっと離れといて。じゃあ55秒、弾幕も55秒。あああ今めっちゃ良かったかもしんねえのに。あ、これ絶対よろけるぞ。あ、ゼズが何やってんだよ。入れ、行くぞ行くぞ。めちゃくちゃ。あ、ダメだったか。どうして、もうちょい得しようか。はい、オッケー、じゃあ倒そう。あ、今のいい動きだったね。あ、インドのダンスみたいなのやめてもらっていいですかね。あ、いいねいいねいいね、いいよ、行くぞ。よし、みんな準備して。渡辺さんたちもよくなんかこう時間気づいてくるよね。後ろもっと行っちゃって。はい、よし、そこら辺で。これが SMQ か。あ、いいね、完璧だよ今の。じゃあ行きますよ、みんなセッティングしてください。おい、そんな、お前リハーサルの状態でそんな完璧出してると本番できなくなる。55秒。ちょっと右行っちゃったな。いや、ちょっと、じゃあ弾幕ちょっと一回やってみよう。私に上に上がれるんだ。振ってみて、みんな。なんか別の世代の弾幕があった今。オッケー。でもみんな弾幕映ってる。まあできればもうちょっと前出てもいい、打てるんだったら。グレネード俺に直撃してんけど。もうちょい前出てもいいよ。